スリーランホームラン、セルナスタジアムが沸いています。地元での凱旋アーチは試合の中では大きな大きな3点を追加、笑顔で帰ってきました。さあ五昭和、いい感じの五昭和でした。ありがとうございます。大盛り上がりの一発でした。攻め方見てましたらね、はい、ずっと1軍で、ね、戦力として、はいね、はい、立ってるような、実はまだ1軍に上がって2日目なんですけど、どうからレフトへ、レフトへ入った、これを待っていた、これを待っていた、ホークスファンはこれを待っていた。やりましたね柳田、この左方向にも持っていけるのが柳田です。まあ、その理由もよく分かるというね、はいはいはい、こうしてますけど内心がね、そこは良さそうですね、昨日から、ね、見てるしっかりとね、もうあと今日と明日しかないんで、おお、カズヤ福浦、カズヤ福浦見せました、すごいプレーで締めましたね。これが福浦ですね、最後のこのプレーで決めました。そういうことか、だから打たなかったんだな今日。なるほどね、ジョニー、そういうことでしょう、ね、やっぱりね、導かれてるんですよ。いやすごかったですね、日頃の準備がこの最後のプレーにつながりました。あのリアクション、いやちょっとびっくりしましたね、当たり痛烈でしたよ。いや本当ですね、また記録も生まれるか、中村たー400号サヨナラホームラン、平成から令和をまたいで築き上げた400本目のホームランは劇的なサヨナラホームラン、また一つ歴史を作りました。中村拓也今ホームイン、5対4ライオンズサヨナラ勝利、中村のついに出ました400号で決まりました。今日のゲーム、プロ野球史上20人目の通算400号ホームラン、この新たなレオユニホームで見事成し遂げました。平成で388勝、令和で12本、サヨナラホームラン。